糸満市、糸満市、糸満市,イトマン市は沖縄本島の最南端に位置する市である。沿岸部の糸満地区の住民は、サバニと呼ばれる栗船に乗り南洋各地へ出業した糸満漁民で知られ、男は追込漁、女は漁業省に従事していた。漁業以外にも内陸部では畑作を中心とした農業、畜産も盛んである。また、那覇市に近く近年は、 人口が増加し、都市化が著しい。戦後出魚海域が沖縄周辺に限られたが、1982年には大型船用の糸満漁港が完成、水産加工工場を立地するなど、商工業の一中心として発達している。伝統工芸に、琉球ガラス村に代表されるガラス工芸、琉球ガラスや漆器がある。旧暦5月4日の糸満ハーレー、市内では、 糸満の他に、キアン、名城地区でも行われる。他市町村は、ハーリーという船競争の渡積祭り、旧暦8月15日のおうつな引きは、五国宝上、無病息災を願う行事である。市の南部の旧三和村一帯は、沖縄戦最大の激戦地で、姫ゆりの塔、賢治の塔などが混流し、その周辺は、沖縄戦赤国定公園に指定されている。 イトマンの地名の由来について、人類学者の金関武雄はフィリピンからインドネシアにかけて見られる地名の命名規則、窃盗後に、い、りあるいはジ、字をつけ合尾に、案をつけるらオーストロネシア語族の言語に由来するのではないかという説を唱えている。また、琉球王国時代に8人のイギリス人が漂着したことから、英語の、エイトマン、エイトマンが生まったものだする説が、 もしくはエジプト遠征中のナポレオン・ボナパルトが、イトマン漁師を発見して、彼らをイーストマンと呼んだことから、それがなまって、イトマンへと変わったという説もあるが、事実かどうかは不明である。島尻総群を基盤岩とし、その上を琉球石灰岩が覆うという地形構造になっており、この島尻総群と琉球石灰岩からなる地域には、断層が縦横に走り、 地中の境界あるいは旧街を形成する要因となっている。また、北西部の沿岸域の中心市街地と埋め立て地帯は細かい粘土や砂などの奇跡層からなっている。土壌は地質構造の影響を受けており、島尻層群からなる地域には保水性のある肥沃な灰色のジャーガルが分布し、琉球石灰岩からなる地域には 保水性に乏しい赤色の島尻マージュが分布している。島尻総群が見られる北部は、寒斜面と急斜面が織りなす、比較的変化のある、丘陵地形となっており、東部には標高168メートルの与座だけがある。それに対し、琉球石灰岩で覆われている中央部から南部は、石灰岩大地の平坦面が、断層によって切断された、軽道地界となっており、 河原屋根を重ねたような南に緩やかな斜面、北に断層崖を持つ大地群からなる地形。そして、マブニの丘から和外下にサンゴ礁が広がり、素晴らしい眺めを堪能することができる。また、北西部のお奇跡層からなる埋め立て地と市街地は平坦な低地を形成している。東から西へ全長約十キロメートルの向江川が足を横切って流れている。 また、市の東、シナ海と面する地域付近には、西崎運動公園がある。もともと一町三村による合併で、現在の地域となったため、四つの地域、糸満、金城区、高根、三和に分かれるが、市政施行後の埋め立てで、西崎や塩崎の新たな地域が誕生したため、これら埋め立て地域を糸満地域に入れる場合もある。また合併前の旧糸満町、 糸満地域がもともと、金城村から分離したため、地理的に近い西崎も加え県城と糸満を一つの地域にすることもある。さらに、三和地域は、戦後に、新壁、マブに、キ安ンの三村の合併にできたため、場合によっては、戦前の旧村単位に分けることもある。住居表示は2000年以前に、市政施行した沖縄本島内の市では、うるま市の旧串川市同様、 旧石川市では半分近く実施されている。なお2000年以降に、市政施行した富城市や南城市では、すべて未実施あまり行われていない。実施されているのは、西崎の一部と西川町のみで1994年の1回のみ。特に、糸満地域は、ジート満の番地が2400番台まであり、市街地であるため番地が一つ違うだけで、場所が、いところもあるため、 合併前の旧糸満潮時代から八つの区、南、全端、新川、新島、新屋敷、上野平、西、町外れに分かれて地域活動しているものの、沖縄本島で同じ市街地形成で実施に積極的だ名護市のあざ、名護、宮里地域とは違い、全く未実施である土地区画整理が今でも行われているため、実施する状況には至っていない。 原則的に小中学校の校区は、市街地である、糸満、西崎、塩崎地区を除き、旧村単位の地域ごとに分かれているが市街地に近い、テルヤや前里、一部の集落では、地理的関係から番地によって近い学校、通学させるところもある。糸満便宜所地域名に加えて1から8区と、数字で呼ぶこともある。西崎と西崎町に分かれているが、 住居表示実施で、町が取れているだけで、基本的に、同一地域であり、郵便番号も、西崎の901-030号と書けば、西崎町でも届く。平成28年7月6日現在、三省、琉球バス交通、沖縄バス、那覇バスが運行している。上記3社の一般路線全路線が、市中心部の糸満道タリーバス停を経由する。 乗り合いタクシーの、糸ちゃんミニ、糸ちゃんミニ国吉線がある。いずれも、チュラ島観光バスが運行する。那覇市などの他の自治体と同じく、1987年以降、水道水はすべて、沖縄県企業局からの受水で賄われており、排水管以外で、糸満市固有の施設としては各所に排水地、タンクとポンプ場を持つのみ出る。また、 市内全域への完全給水がなされたのは2008年12月となっている。かつては水源や浄水道も市内で賄っていたが、市政に移行後しばらくの間は既存の井戸や湧水、雨水もしくは簡易水道などによる供給が続いていた。1967年にようやく本格的な事業化に着手、1970年より給水が開始された。 集団赤痢や度重なる断水に苦労しながらも、徐々に水利は充実し、2009年現在、1999年の台風による停電による障害以降、水道部の年表においては特筆すべき障害は見られない。管轄は糸満市水道部。基本料金は家庭用としては8メートルまで1131円。 それ以降は20メートルまでは1メートルあたり226円。イメージキャラクターはメーターくんである。沖縄県立南部病院は財政難や沖縄県立南部医療センター、子ども医療センターの新設に伴い民間に経営を移譲した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。